大好評企画初めてのホームステイ第2弾。待ってマジでわかんない。4泊5日芸能人の子供が一人で海外へ。土屋アンナの息子シンバ君はタイで象使いに弟子入り。シンバ君の目標は一人で象に乗れるようになること。果たしてどんな冒険が待っていたのか。楽しい。そしてサッカー大久保の息子桃李君はすぐ友達になれるタイプ。ちょっと時間あるかな。初めての一人海外で大苦戦。困るわ。道に迷いホームステイ先にも入れない。 I'll be back soon。 しかし異国の地で殻を破った少年が大きな成長を見せる。冒険少年月曜夜7時。ときめく時を TBS。